はい、それではですね、本日はノースフェイスのショートパンツを紹介したいなというふうに思います。で、こちらはですね、以前から僕持ってたんですけど、紹介したつもりで言ってたんですが、全然紹介しなかったみたいなんで、今回改めて紹介動画作ろうかなと思って作ってます。で、紹介するのがこちらの2着なんですけども、これは両方とも教員時代に履いてたやつなので、で、ちょうどですね、結構対照的な商品なので、ちょうど2着同時に紹介しようかなというふうに思います。まず1着目のこちらなんですけど、こちらのパンツがですね、スワローテールベントハーフパンツというパンツになります。で、こちらが、よく聞くかもしれないんですけど、スワローテールっていうのが結構ノースフェイスのアイテムで、上着とかも結構あったりするんですけど、どういうものかっていうと、生地がめちゃくちゃ薄くてですね、これも裏側が透き通るぐらい薄くて、これちょっと赤やったら分かりづらいんですけど、ブラックとかやったらほんまに後ろがこう透けるぐらい、後ろの壁が透けるぐらい薄い素材になってるという感じになってて、で、要はこれは何かっていうと、スワローテールも何個か種類があるんですけど、これに関しては、ランニングに特化してるような感じのアイテムになってまして、ランニングに、特化したっていうところで、もう余分なものを極力なくして、軽量に軽量を重ねて、これだけで 100g っていう感じになってるので、スマホよりも軽いっていう感じになってて、ポケットとかも、一応あるのはあるんですけど、ジップとかはなしにして、裏生地もメッシュになってたり、もう本当に最低限の機能と、あと、この腰のところに、ランニングとかするので、スマホを入れたりとかするっていう感じの、アイテムになってます。なので極力軽量に軽量を重ねたっていうのがまず一つ特徴であります。で、二つ目の特徴としては、このですね、素材の内側がなんですけども、内側が二重素材という素材になってて、要はデコボコした、よく見るとデコボコした素材になってるんですけど、これがどういうことかっていうと、汗とかかいた時に肌にひっつく面積を小さくしてベトベトしにくいような設計になっているので、こう汗とかかいたりとかしてランニングとかしてて、汗とかブワーっとかいてきて、この表面が肌 と、生地がですね、ひっつかないようになっているので、結構汗がかいててもベトベトしづらいっていう風になってたりとか、それ以外にも例えば、静電気や設計もしているので、静電気も起こりづらいので、履いてて不快感がないっていうところも2つ目の特徴であります。そして、3つ目がですね、これだけ、めちゃくちゃ薄い素材でめちゃくちゃ軽いんですけど、一応防風でもあるっていうところになってるので、本当に、春先から、秋のちょっと寒くなる頃ぐらいまで、インナーで、レギンスみたいなの履いてこれ履いてもらったら、全然防風にもなってますし、結構ランニングとかやって履ける時期は長いんかなというふうには思います。それとですね、次にこちらがですね、速乾性があるというところで、生地がめちゃくちゃ薄いのもそうなんですけども、例えば多少バーって濡れたりとかしても、本当に太陽の下とかで、10分15分ぐらいしたらもう乾いてるっていう感じで、めちゃくちゃ速乾性があるっていうのも、こちらの特徴です。なので、例えばランニングとかしてたりして、外で、汗がかいたりとかしても、外にいるだけで勝手に蒸発してくれて、また乾いてるっていう感じになるので、特にこれを履いてるときは着替えは必要ないんかなというふうに思います。ただ、このカラーはですね、僕去年か一昨年に買ってて、もう今年は、ブラック、ネイビー、ブルーとかっていう色味になってるので、ちょっとこの派手な色はもうないんですけど、今年も一応色違いではあるみたいです。で、これのですね、いいところはそんな感じなんですけど、欠点としてはやっぱり生地的にストレッチ性があんまりないっていうところと、あともう一つが、普段使いするにしては少し丈が短いかなっていうところで、後で着用動画見てもらうんですけども、丈は少し短い、ランニングに特化したような感じになってるのかなと思います。では、次まず紹介したいと思うので、次のやつ紹介します。次は、こちらのパンツで APEX ライトショートというパンツになります。で、こちらのパンツがですね、現在はノースフェイス公式では発売はしてないんですけど、楽天とか他のショップではまだ結構発売してあるので、紹介しようかなと思うんですけど、まずですね、先ほどのパンツと比べると、まず丈が結構長くなってて、これはどっちかというと山用のアイテムになってるので、まず一つの特徴としては、素材がですね、こちらポリエステル 100% の素材なんですけども、ストレッチ性がめちゃくちゃあるっていうところで、もちろん縦にも伸びますし、横にも伸びるし、斜めにも伸びるっていうところで、どんな動きをしても足に、不快感とか苦痛とかっていうのは全くないっていう感じになってるっていうところがまず一つなので、ポリウレタンを使ってないのに、これまでストレッチ性があるっていうところで、ポリウレタンを使ってないので、劣化は少ないんじゃないかなと思いますし、ウレタンを使うとどうしてもこう劣化はしちゃいますし、伸びるのは伸びるんですけど、そういうふうに考えたら道路ライトと近いような感じで、ポリエステル100なんですけど、しっかりストレッチ性が
あるという感じのパンツになってます。次がですね、腰のところの、ウエストなんですけど、ちょっと形の形状が変わってまして、履いてみるとですね、サポートされてる感じというか、ウエストのところがちょっとサポートされてるような感じの作りになって、こう包まれてるような感じの履き心地になってます。で、次がですね、こちら、腰のところに、ちょっとしたものとか入れれるような感じになってるんですけど、こちらはスマホを入れれるほどの大きさではないので、本当にちょっとした登山とか行くときに、なんか僕登山の用品なんかわからないですけど、これちっちゃいやつ入れるのとかに、向いてるんかなという感じには思います。で、僕はですね、両方とも別に登山で履くことはないですし、登山とかしないで履くことはないんですけども、これを比べていくとですね、まず一つ目のこちらっていうのがめちゃくちゃ軽くてランニングには適してるんですけども、言うたら例えば、もも上げとかみたいな感じで膝を上に上げる動作には向いてない、ストレッチ性がないので、そういうところの動作は向いてないんですけども、あくまでランニングで普段使うような高さまでの足上げとかであれば全然これは軽いので、履いてる感じとかほとんどないですし、で逆に、インナーのレギンスを履いてもらったら多分暴風にもなってるので、そんなに寒さは感じないんじゃないかなというふうに思います。で逆にこっちはですね、少し丈が長い感じになってるんですが、その分、伸縮性があって、どの方向にも足が伸ばしやすいっていうところで、登山とかしてる最中に、足をこう上げやなあかん時とかでも全然履けるような感じになってるっていうところにはなってます。ただ、少し生地が分厚いので、これに比べると生地は分厚いので、真夏であればこっちの方が、涼しく履けるんじゃないかなっていうのがあるので、どっちも一長一短もあるんですけど、その用途に合わせて、例えばちょっと丈が長いのが好きやなっていう方だったらこういうのを履いてもらったらいいかなと思いますし、逆に膝をこう上げ下げすること、クライミングとかする方だったらこういうのがいいとは思うんですけど、そういう動きあんましないっていう方で、できれば軽く、そして薄くっていう方であれば、こういうパンツの方がいいんかなというふうには思います。ではですね、早速パンツを履いてみたいなと思うんですけど、履き比べてみたら長さとか全然違うので、こっちにこちらのパンツ、でこっちはこちらのパンツを履いてみたいなと思います。ではどうぞ。はい、という感じでですね、どちらも一応撥水の機能はつけられてるんですけども、撥水の機能っていうのは何回も何回も洗ったり、僕とかやったらもうこれ 2年ぐらい多分履いてると思うんですけど、そうなってくると撥水加工っていうのはもう落ちてきて、ほとんど撥水はもうしない状態に今はなってるので、多分買った当初は撥水はすると思うんですけど、もう何回も洗濯すると、今は僕は撥水はほぼないという感じになってます。見てもらうと、という感じで、もう撥水の機能自体はもう低下してるかなという感じになります。でですね、僕はあくまでもこれはなんていうんですかね、先生時代に履いてたパンツなので、動きやすかったらそれでいいっていう感じで履いてたんですけど、より機能を知ってれば、激しく足を上げるんやったらこっちやなとか、あと逆にそんなに機能は求めないけど涼しさが欲しいなと思ったらこっちやなとかっていう風に、素材を知って分けるのはありなんかなという風には思います。で、微妙に丈が長いとか短いとかっていう差だけでも結構足上げる方からすれば引っかかったりとか気持ち悪かったりするとは思うんですけど、そういうところであれば、こういう風にストレッチ性が効いてる方がいいと思いますし、こうやって軽いのに汗がベトベトしない、ひっつかないっていうのも、この生地の特徴かなと、このパンツの特徴かなと思うので、あくまでさっきも言った通り一長一短はあるんですけど、僕はあんま気にせず日常からバンバン履いていってるという感じなので、これからの Vlog とかでも結構履いてるかなというふうに思います。最後に値段なんですけども、こちらの Apex Lite Short が9621円っていう感じになってて、先ほども言った通り公式のオンラインサイトでは売ってないんですけども、楽天とかではまだ販売してるっていう感じになります。次にですね、こちらのスワローテール弁当ハーフパンツに関しては値段が6372円となります。こちらはですね、色違いは今現在公式のオンラインでも発売はしてるんですけども、先ほども言った通りカラーがあんまり派手なカラーはなくて、定番の色は黒とか、ネイビーとかはあると思うので、また見てみてください。はい、で、こちらの今の撥水がなくなったのは、また、セカンドチャンネルぐらいで撥水を戻す動画作ってみようかなと思うので、またそれも楽しみにしておいてください。はい、ではですね、本日はノースフェイスのショートパンツを紹介してみたという動画になります。以上、ありがとうございました。